おはようございますえ今日の話は越境学習入門という石山信孝さんとだとヨーさんの本の中から人は誰もが越境学習者という話ですえ皆さんは越境学習という言葉を聞いたことがありますか越境学習は今企業の人材育成に関わる人たちの間で注目を集めています越境学習を文字通り解釈すると教会を超えて学ぶということになります では、教会とは何かということですけれども、まあ、職場を離れて留学をしたり、それから大企業の勤務の人がベンチャー企業や NPO 法人で働いたりすることはもちろん、仕事を続けながら、ボランティアやプロボの、まあ、自分自身のビジネススキルを生かすして行うボランティアですね、え副業、またほかの,の副業ですね、維持の副業、それから異業種の勉強会に参加することもまた、教会え越境学習というふうに呼ばれています。 なぜホームを出て教会を越えアウェイを体験することが学びにつながるんでしょうかそれはホームとは個人にとっては居心地のように慣れた場所で維新伝心で通じるよく知った仲間がいますしかしそこが新鮮な刺激に欠ける場所でもあるんですね一方アウェイとは個人にとって居心地の悪い慣れない場所ですがその分刺激に満ちているわけですそこには普段使う言葉が通じないとか これまで出会ったことのないそういう,うまあ違う場所ですねそこに行くことによって、まあ、いわゆるホームとアウェーを往復することによる学びを越境学習というふうに定義しています。でまあこれまでの人生を振り返ってですね一度も越境したことないという人はそらくいないという、まあ、留学や転勤転職社会人大学に通うとかですね 企業を始めるるととか、分かりやすすす。いい影影響響ははもももちろんででが、がっと小さな影響なら誰もが経験しているはずです例えば、まじみのない土地へ引っ越したとき、中学校で部活動に入部したとき、上京して大学に入学したばかりのとき、初めてアルバイトをしたとき、新卒で入社したとき、あるいは初めて PTA 活動に参加したとき、町内のお祭りの実行委員をやることになったとき。 おそらく皆さんんはは境によるアウェ感感を感じていたはずなんですね。このように見知らぬ人ばたちばかりの普段使う言葉が通じない慣れない場でちょっとした違和感や居心地の悪さを味わったような経験は誰にでもあると、まあ、この越境した場所でですね違和感葛藤を抱えながらもなんとかやろうとする感覚それが越境学習だということなんです。 教学習については経済産業省でもですねこの文化の時代には本当に必要なんだということを言っています。じゃあ今日これ